ギリアン・フリンは、アメリカ合衆国の小説家、脚本家。2006年に、キズ、キズ、でデビューして、以来、4冊の著書を刊行。ご音がある映画家の際は自ら脚本を担当した。数々の賞を受賞するなど高い評価を受けている。ミズりリ州カンザスシティで育ち、イリノイ州シカゴに住んでいる。カンザス大学を卒業し、ノースウェスタン大学で、 ジャーナリズムの修士号を取得した。雑誌、エンターテインメントウィークリーでテレビ評論をしていた。作家デビュー作、キズ、キズは、家庭崩壊や暴力、自傷行為などがテーマとなっている。2018年に HBO で、シャープオブジェクツとして、ドラマ化され、フリも、制作、脚本として参加。第2作、メイアミは、かつて母と姉を殺された女性が、 過去の犯罪の真相を探る物語で2015年にダークプレイスとして映画化された。第3作ゴーンガールは妻が失踪し殺人の疑いをかけられた夫の物語で2014年に映画化された際は自ら脚本を手がている。本作が高い評価を得た後は主な活動を映画やドラマの脚本執筆に移している。2020年には ユートピアークのウイルスで脚本とプロデュースを担当。ありがとうございます。